はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。で、今日はこちらですね。うん、宇宙戦隊キューレンジャーのキュータマ合体ギャラクシーギガントホウオウです。はい、2017年7月29日本日発売の、ホウオウソルジャーのボイジャーのね、うん、ギガントホウオウを購入してきました。はい、じゃあ早速開けてみましょう。うん、はい、よし、よいしょ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 、はい、まずこちらがホウオウボイジャーですね。うん、ロケットだね、完全にね。うん、はい、こんな感じ。ここにキュートマがついてるね。そうだね。うん、で、この辺がロケットの先端で、このような感じでボーッと上がってくんだろうね。すごいね。うん、裏側こんな風になってて、ここに単4電池2本入れますね。はい、はい、で、これスイッチがあるね。うん、はい、じゃあ電源入れてみましょう。せーの、ほう、ほう、この部分にボタンありましたねって押してみてください。はい、これだけで、次がこれでこう飛んだ。違うね、これまだ出てきてる土地だね。あ、そっかそっか、ほうベースが出てきて出撃音だって、うん、でもう一回押してください。はい、これが飛行モードだって。飛行モードはこんな風に飛行機みたいになります。うん、で、この状態でボタンを押せます。はい、こういう感じ。うん、もう一回、飛行音が2つ入ってるんだって。うん、はい、で、この状態でボタンを長押しだって。長押し、いくよ、うん、そうそうそう、これで合体？合体。逆逆逆。合体。こっち。はい。で、このこれが。回す。お。今合体した音はしたね。うん。この状態で合体させましょう。うん、まずは羽を折りたたむ。折りたたんで足を開く。はい。この手の部分を下ろす。で、この部分を外す。そうだね。手を出す。よいしょ。反対側も同じようにします。はい。これを取って。で、それぞれブレードを手の部分に持たせて。よいしょ。上に上げて完成。これで完成だね。うん、これはギガント方法です。はい。ね、すごいね。リーチ短い。短い。短い上にこの羽がね、ちょっと干渉しちゃうんで、羽攻撃するときはちょっと広げた方がいいんだけど、うこうリーチ短い。短い。こう当たんないよ敵に。うん、面白い、うん。はい。こんな感じでございました。うん、あれ当たんない。あれ当たんない。ねえ、うん。この状態でちょっとボタン押してみようか。うん。ボタンあったあった。はい、お。あー、なるほどね。これで合体完了。そうだね。ここも光ったね、今。うん。もう一回押してみようか。はい。もう一回。うん。はい、ここからネタバレですね。キュートマジへの合体。はい、こうやってみましょう。はい。まずはこの足をドブチグチャドブチグチャ。そしたら次にこの部分、うん、この部分を取っちゃう。キュータマを取っちゃうね、これね。はい、ドーン。そしたらこのブレードを戻してあげましょう。ポンポン。そしたら背中にあるこの部分、この青いやつを取り外します。せーの、バン。ギガントホウオウの足だった部分、うん、この羽をですね、逆に折りたたんでください。はい、これがこっち向きになってね。おう。で、ここにそれぞれキュータマをセットしていきます。うん、じゃあこちら側にワシキュータマ。はい。はい、で、こちら側にサソリキュータマ。よいしょ。はい。そしたら次はこれだね。うん。シシボイジャー。はい。これすでにもうキュータマセットされてるけど。カジキ、うん、カメレオン、オオカミ、オウシ、シシ。そうだね。うん、ついてます。で、この状態でまずは、ごめん、顔をブチッと取ってください。セーラブチッ。
したら先ほどのギガント方の背中に獅子の顔をつけてください。はい、OK。 そしたら次に頬ベース、これをバコーンと取りますね。本当だ、割れた。反対側が足になってるんだね。こちら側に天秤球玉、天秤球玉セッツ。でこちら側に蛇使い球玉、蛇使い。はい、そしたら先ほどの獅子ボイジャーに足をセットしましょう。はい、ガチャンガチャン。 OK、 これで長い足になった。はい、次は手ですね。うん、イーガント4の足だった部分をセットしてください。はい、よいしょ。反対側もセッツ。はい、そしたら後ろにギガント4をセットします。はい、ガコンとね、ガコンと。はい、こんな感じ。うん、すごいね。ただ前のこの獅子球玉の部分にこのさっき取り外したパーツをセットします。はい、よいしょ。はい、獅子ボイジャーの頭がついたところに新しい頭をギガント、こちら側に小熊球玉、こちら側に竜球玉をセットしてください。はい、はい、最後にこの新しい顔パーツの上に鳳凰球玉をセット。よいしょ。はい、これで球玉人の完成ですね。うん、すげえ球玉の数だ。うん、じゃあ音鳴らせよ。あ、鳴らしてみて。ということでできましたね。うん、すごいねこれ。うん、でかいしね、後ろのねこの厚みがすごい。本当だ、すごいなこれ。うん、ちなみに他のボイジャー合体しないので、うん、ちょっとそこが心配だね。うん、この辺のさ、ボイジャーが後々合体できるのがすごい気になるところだけど、うん、どうなんだろうね。わかんない。できれば全部合体してほしいんだけど、パパとしては。本当だ。はい、そんな感じでデラックスギガント4すごいことになったね。うん、キュータマジンも出してみたけど、まあ、これはこれで収納しておくしかないね。そうだね。でかくてごっついけど、うん、そうだね。うん、それぞれボイジャーそれぞれで飾っておくしかないか。うん、はい、ということで今日のショーが面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。